こんばんは。え、待って、3連休なの？そうなんだ。知らなかった。え、ケイロードフィラロ？知らんかった。やばい。マジで知らんかった。おじいちゃんおばあちゃん何をしてないわ。今日はお疲れですね、私。アイシャトラさん、おじい、ダニさん、ハートありがとうございます。今日はタブレット踏んで画面がバキバキになりました。買い替えです。そういうことだってことですよ。そういうこと。いとこの動画が届いた。かわいい。マジでかわいいの、私のいとこ。世界一かわいいと思ってる。私のいとこすっごくかわいいの。写真は見せないけどね。見せないけどね。すっごいかわいいの。おいくつ？私がね、長女一番上なんですけど、私もう何でも一番上なの。もうあのどっちの
パパもママもどっちも私が一番上なんだけど、そう、あのね、一番声だけ「ハッピーバースデートゥーユー」とか言ってんじゃない、これどうせ。ほら、幼稚園、保育園の先生になりたかったんだ私、昔、ほんの昔ね、めっちゃ昔ね。でそれがファッションデザイナーに変わって、それがモデルに変わったの。すごい転換でしょう、うん、かわいい。何歳だろう、一番下がね、確かね、でもほんとね、一番下何歳、あれは2歳、3歳、いやそんなあれだよな、1、2、3歳とか2歳かな、2歳かな確か、ちょっとあんま詳しく覚えてないんだよね、2歳とか3歳な気がする。一番下がね、あのね、年代ごとにいるんですよ、私のいとこ私が今21でしょ、で20歳の代、もう一個下、そのもう一個下の代、もう一個下の代、もう一個下の代みたいな感じで、もうね、各学年に一人いるみたいな。でまあ高2高1ぐらいまでだったら、ちょっと2つか3つ飛んで、またいとこちゃん2つ飛んでかな、2つ飛んでまた中学生がいて、でまた小学生がいてみたいな感じ。そう、かわいいでしょ、私もちっちゃい子大好きやの、ちっちゃい子、電車にいるちっちゃい子とか、その辺にいるちっちゃい子全員癒される。お使命とか公開、もうさ、親戚一同になったらそうなるよね、ね、集まるよみたいなさ、お正月とか、私最近お正月におばあちゃんちの集まりにね、行けてないことが多いから、まあみんながどれぐらい成長してんだろうなって感じなんだけど、全然会えてはないんだけど。川原ビッグファミリーっていう、でかい川原家の LINE グループがあるんだけどさ、そこにね、もうなんか毎日、もうなんか人数多すぎて、毎日のように誰かお誕生日おめでとう、まるまるお誕生日おめでとうってばあちゃんがね、ずっと言うんだけど、ばあちゃんとかいろんな人が、そう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 、かわいいでしょ。渡辺三郎さん、タコありがとうございます。ミッサーヤッホー、疲れるもん、やっぱり元気の差が違うからやっぱ元気の差が違うと、やっぱね、ちょっと待って、もう無理みたいなってなるね。子供大好き、だからあのね、私なんだろう、保育園のね隣を
歩く保育園がさ、てか街の中にやっぱ結構保育園とか幼稚園って結構あるじゃないですか。気づいたらあれここにもここにもみたいな、その横を通った時に聞こえるあの子供たちの声がすごい好きなんですよ。そう、意外とね、なんかさ、やっぱりあの佐賀県とか九州とかやっぱ地方だと大きい幼稚園とか大きい保育園がボンボンボンってあるんですけど、やっぱ関東とかってさ、小さい小さめの保育園がさいっぱいポン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 ってあるじゃないですか。そうっていうのに気づいて、あここにもここにもなって、でたまにあの年少年少かな、年少さんとかがね、みんなで手つないでお散歩してんだよ、その辺を。もう可愛いったらね、可愛いったらないって感じで。で私この前さ、3月ぐらいに聞こえ、3月か2月ぐらいに聞こえたあの漏れてきたさよなら僕たちの保育園、さよなら僕たちの保育園みたいな、私はまあ幼稚園だったから幼稚園なんですけど、さよなら僕たちの幼稚園みたいなねやつ、あれがさ聞こえてきてすっごいうわーってなった。あれはね泣くね、あれは泣くよ。私も子供ちゃんできたら溺愛する未来しか見えてないんだけど、大好き、もう可愛い子が、可愛い人が大好きなのよ。だからさ私あの、あテロップ、そう、それで思い出した、テロップ、今度9月に9月に舞台やるんですけど、ね、ハート班の妹役のみほちゃん役の星野美優っているんですけど、私のね2個3個私の3個上だ、3個上なんですけど、星野美優24歳でもね、本当に可愛いの、もう可愛くて可愛くて仕方がなくて、そう可愛いねって言っちゃうあー今日も可愛いねってやってます、毎日毎日。え、上なの、3つぐらい上なんだけど、ほんと可愛いのよあの子、見て、見に来てください、こうやってやりたくなる、可愛いねーって甘やかしたくなるね、星の。本当に可愛い、マジで可愛い、もうあの存在が可愛いの、あのね、存在が可愛い人にね、可愛いねって言っちゃうんですよ私そうで、自分の中で結構可愛いが最上級の褒め言葉、マジで。あのさ、ハート班じゃなくて これはダイヤ班になるんだけど、ダイヤ班のダイヤのセイミア・アルトっていう、アルト、マッシー役、マッシーっていう役があって、
まあ、C 役なんですけど、その子がね、私弟と同い年なんですよ、確か。そんぐらい。多分ね、多分。なんだけど、16歳って言ってた気がする。あると。もうめっちゃ可愛いの。もう、弟みたいな。みんなの弟みたいな。なんかさ、今回やっぱフィッシュが主要じゃなくて愛さん、愛さんのあのイロハのママの物語だから、結構フィッシュがめっちゃ出るっていう感じではないんですよ。であるとも多分待ち時間がねいっぱいあるからかわかんないけど、あぐらかいてみんな座ってるんですか、床にね、こうやってあぐらかいて、あのははははって笑ってる、ずっと。と面白い、マジで面白い。かわいいの弟です、うちの弟。48さんハートありがとうございます。なでなでするね、こっちのかわいいねてか、みんな可愛い。なんか私さ、一番年下のはずなんですけど、うん、例えばハート班のフィッシュだとほのちゃん、小川ほのかちゃんとか、あとね、みはる、みはるちゃんっている、香り役のみはるちゃんっていう子がいるんだけど、もうね、なんかすっごい同い年みたい、みんな、うん、ほんとにね、みんな同い年みたい、なんかすごいなと思う、嬉しいです。限定グッズで、私の今ねお願いしてるのがうまくいったら
多分うまくいったりとか、まあ、もう進行進めてはいますけれども、あの銀座博品館劇場で9月21から24までしかゲットできない代物となっておりますのでね、もし来れるなら会場でゲットしてください。そしてなんだろう、会場に来れない方も仲いいミサの輪の方とかにちょっとお願いってね言うてください。男の子でも買える、もうね男女関係ない、私のことが好きならそう嬉しいと思う、嬉しいと思だから9月21日から24日は銀座博品館劇場でにお越しください。ちなみにですね、ちなみに、なんだっけ、いつだっけ、あ、ですね、9月23日13時公演はですね、 B 席がカンフェティとかでも売り切れになっております。9月23日13時公演は売り切れになっちゃってるので、まあ他の回はね B 席は残りわずかですし、A 席は余ってるので皆さん前の方で見た方がいいことはありますよ、前の方で見た方がみんなの表情がよく見えるから、あの銀座博品館って縦に長いんですよ、こうビョーンって、そうこんなこう縦長い感じだから、どっちかというと横長よりは縦長って感じかな、なのでどっちかというと B 席より A 席で見ていただいた方が私はおすすめしますね。せっかく見に来てくださるならぜひ A 席で前の方でみんなの表情を堪能してください。もうほんとなんかみんな表情の癖が強い人が多いからこそ今回は特におすすめしたい。ミクノバさん、だるまありがとうございます。おすすめしたい。
所存であります。なので A 席でぜひお越しください。まあ、もしよければ川原美咲扱いでお待ちしてます。くしゃみ出そう。撮影タイムあります。皆様スマホとかでいっぱい撮ってください。お願いします。最善取ったの、ありがとうございます。22の昼も A 席最善ゲットした。あ、2回見るってことってことは、ありがとうございます。あのね、2回見てくださいというのも、なんて言うんだろう、2回見るとあの見え方が違って、あの面白い部分がねまた違ってくるから、マジで一回見に来てください。カメラわかんない。でも去年さ、すごいカメラ持ってる方いたよね。ね、まああの人なんていうの、後ろの人にかぶっちゃうようなでっかいメガネとか、メガネじゃないカメラとか、スタンドを立てるメガネ、あ、メガネじゃない、なんでメガネ、あのスタンド立てるやつとかはちょっとね、ちょっとお客様って言われる可能性があるから。だからうん、なんだろう、だからさ、あれなんですけど、まあこの自分の範囲の中で収まるものだったら大丈夫だと思います。ね、後ろの方にかぶっちゃうとせっかくの撮影タイムがってなっちゃうので、先日と千秋楽撮ったけど楽しみ、本当にありがとうございます。お待ちしてます。皆さん本当にいろんな方に見に来てほしい、すごく、うんって思います。23も予定あるので24千秋楽行きますね。ありがとうございます。お待ちしております。ぜひもしお時間がね許すようだったら、多分昼夜でハートとダイヤ別物、別々なので、24も、24はですねラストがダイヤで締めるので、確かハートダイヤになります。そうだから去年のフィッシュを見たい、もう一回見たいって方はハート版がお
おすすめかな。去年のフィッシュが集合してるからっていうのは、っていうのはハート班かな。でも新鮮なフィッシュが見たいっていう方だったり、なんかそれこそこの人気になるなって役者さんを見てもいいし、うん、あのぜひお越しください、お待ちしてます。アルバンさん、ハートありがとうございます。あとね、うん、若い世代はもちろん、若い世代もぶっ刺さるし、あとなんだろうな、アルトはねダイヤですね。ハート版のマッシーはあのおなじみ結城康生さんです。もう生きてるだけでマッシーと言われる言われる方ですね。本当にマッシーなの、マジでリアルマッシー、うん、だからもうね演じなくてもいいやんってみんなから言われる康生さんがハートマッシーです。だからちょっと懐かしい景色ちょっと見たいなって方はハート班かな。でも全然ダイヤ班もめちゃめちゃみんな、フィッシュもそれこそ個性強いし、あとねフィッシュ、ダイヤフィッシュのルミちゃんの役の子がすっごい、去年のルミちゃん、私のと一緒のフィッシュだったルミちゃんのマキタにすごいマキタの雰囲気を感じる。だからルミちゃんやる人ってああいう雰囲気なのかなって思うぐらい本当に。あとね生きててルミちゃんすごい、うん、面白い、かわいい顔して、かわいい顔してね、たまに的をついたことをね言うっていう。毎日数量限定で、あ、そう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 、毎日数量限定の予定です。お越しください、毎日頑張ってます。今日めっちゃ眠いですよ、うん、マジで眠い、と眠い、
ありえんぐらい眠い。うん。ですね。うん、いつもは3時ぐらい配信終わって配信終わってお風呂入っメイク落としてお風呂入って寝る。うん、何時だろう、3時くらいかな。疲れてんだか落ち込んでんだかちょっとマイナスなんだ。本当顔に出るよね。私落ち込んではない。体調は大丈夫です。でも低気圧が苦手だから、低気圧とか高気圧、気圧がピャンって変わるのが苦手だから、台風の時とかマジでやばかったですね。私台風来てからはいいんだけど、台風の前日とかがすっごい、なんか例えば雨の前とかだから頭が痛、うわ痛いなって思ったら雨降るとかね、そういうのが多いかもしれない。あ、ちょっと待って。ちょっと待ってね。あら、ちょっと待って。今日はパジャマは着ない。いや着るんだけど、ジェラピケ。あの、私15分くらいしましたか、もう。うわ、白飛び。黒髪やから。とっくに過ぎ、あ、そうなの？もうさ、ほんと、時間経過のあれがほんとにわかんない。はぁ、あ。それじゃあ終わりますね、本日は。ちょっと眠いかもしれない、私。
とりあえず9月21日から24日は銀座博品館劇場でお会いしましょう。私のことが好きな方みんな来てください。あのね、見に来てとも言いたいし、このグッズを買いに来て、ゲットしに来てって言いたい。みんなすごい嬉しいと思う。13位、トメスジョーさん、12位、ケンジさん、11位、横吉さん、10位、ハルキーさん、9位、ベイちゃん、カイトさん、見てたのは、8位、ニニギさん、7位、タンポポさん、6位、48さん、5位、マサカズさん、4位、キヨシさん、3位、アムネさん、ミサク最高、2位、渡辺三郎さん、1位、園長さんでした。ということで、あの、周りのミスターの輪の皆さんにもいっぱい広めておいてくださいね。はい、ありがとうございました。おやすみなさいませ。ありがとう。いっぱい寝てください。みんな夜遅くまでごめんね。バイバーイ。おやすみ。